中央に見えているのはムサドゥアーフナンワーなんですが、ここは家の畑の中央からやや東側に寄っているところで、このムサドゥアーフナンワーを植える前にはドゥアーフじゃなくトールナンワーの方ですねの大家族の場だったんですね。それでトールをドワーフに変えようと思ってこの辺をですね片付けていって、まだトールナンワーの古い大きないくつかの株役目を果たし終えた芋を掘り上げる作業はまだ残っているんですが、ちょっと離れたところではこちらですね、だいたい小株が出るのは休止停止したと思いますので、あとは掘り返してこの最初にこの場に植え付けましたムサドゥアーフナンワーを親株としてまた複数本立ちの家族構成にしていって、あと周囲にですね季節の野菜を植えていくといういつものやり方で、ここをムサドゥアーフナンワーと季節の野菜の円周形式栽培の場にするつもりです。この親株から複数本立ちになるのは来年以降ですが、何年かすれば前に構築できたようなトールナンワーの大家族を形成することにもなるわけですが、まあ今度はあんまり大きな家族にしないで季節の野菜とほどほどに共存できるような形式にしようと思っていますね。まあ本州ではトールナンワーよりもですねドワーフナンワーの方がいろいろな意味で栽培しやすいと思いますので、名前にいろいろな魅力的な名前に引っかからずに実質を取るとしたら、美味しいデザートバナナの収穫を取りたいというのでしたら、ドワーフナンワー、まあこれとかこれとかですね、バランスの良い総子サイズで体感越冬性が通年露天露地でも得られやすい、その他のバナナたちに比べて得られやすいという利点がありますので、まあ直列に植えていってもいいですし、それから円周形に増やしていってもいいですし、あとは苗を植え付けてから、そうですね、このところ夏はますます暑く、冬は
ますます寒くという現象になってきているように思いますので、冬のダメージを考えますと、苗を植え付けて二冬越冬三年目出来開花結実よりも、もしかすると、まあ地域にもよることですが、植え付けてから三度越冬四年目出来開花結実が今後は多くなってくるのかなという気もしますね。しかし植え付けてから三度越冬と言っても、毎年少しずつ植え付けていったり株分けして増やしていけばですね、三度越冬四年目が毎年やってくるようになるわけですから、毎年収穫して美味しい南和バナナを食べることができるというふうになるわけです。初めて苗を植え付けたら、それは三度越冬四年目を待たないといけないということになりますが、初めて植え付けた年から3、4年もすれば、あとは連年収穫、毎年美味しい南和バナナを収穫して享受できるということになるわけですね。まあ、その程度の先を見据えて、バナナ栽培のレイアウト、あるいはバナナと野菜の上手なレイアウトのミニガーデンを作られたらいいのではないかと思いますね。